さあそして海岸を取ってきたのは7番チームのリエベル。ただここジロサイを見ていきましょう。残り2枚生存です。さあ少しグレを投げられる厳しいところですが、ここに一気にガン決まりがガン決まりしてきましたね。さあここで一気にキルを稼いでいきますが、ガン決まりゲーミングも他から撃たれているか大丈夫か。さあ残り5枚生存1枚ダウンという状況。さあただここまだジロサイ生き残ってるんですよね。どこにいる、ここだ、ここです。ドサンコハゲ、ドサンコハゲ、これ逆に狙ってるドサンコハゲ、グレを大量に投げてガン決まりゲーミングがどんどん落とされていく。これはちょっとジロサイ大逆転を見せるかもしれません。そうここでガン決まりゲーミング落ちていく。まだ突っ込みに行く。さあここリベロも1枚落とされて、神込選手が今ダウンタイ。さあ1枚2枚と落としていくリベロですが、さあ大丈夫か、他からも打たれないかどうかというところ。さあクラムタク選手これリラに落とされていきましたね。さあこのような形で結果的にはリベロここで打ち倒していったが、吉武が敗退。そしてスモーキングカイプもここで落ちてしまいらなかった。いやここリベロも打たれているので危ないところ。さあどっかで草げしたいが、どこも草げできる場所がない。もう苦し紛れのここ草がない、草がないよ、ここスピ選手草がないですよ。さあどのタイミングでいくかがポイントになってくる。さあ果汁組との接敵もある。さあリベロがキルを重ねていくんですが、さあここ大丈夫か、リベロを見ていきたい。1枚確定が入ってしまいました。さあダビ選手打たれている、あと一発で、いやここでダウンタイ、ここはオルカが決めていく。さあしかしリベロもキルを重ね、残り4枚生存で20キル。さあこれはもうリベロ決めに行くか、オルカを探す。さあここは1枚残っていたオルカをきっちり落ち倒して、残ったのはジロサイとオルカ。さあアンチが取れているのはリベロ。さあここはきっちりリベロが決めていくというゲームになりましたね。まずは J2 の1戦目、ここを決め切ったのは暫定首位リベロがきっちりと決めていきました。おめでとうございます。ガン・ジョ・ギバリが落とされ、さあグラム選手が打たれているんですが、さあスモーキングカフェここはかなり寄ってきている。1枚でも落とせるかというところ。さあ1枚落として、ここでなんとタク選手が確定を入れられてしまいます。いやスモーキングカフェを1枚かけてしまいました。さあそしてもう1枚ここ、おっとタイ、これは車が耐久が削れたか。さあグレを構えている、グレで決めれるかどうかというところ。さあきっちりグラム選手がここを決め切ってきました。さあタク選手のみを落とされる形になってしまいましたが、グラム選手が3キロ獲得、ここで5キロを獲得した初動の動き。スモーキングカフェ雪山では軍配を上げていく、かなり近くまで車で上げていく。ここで1枚車で引いてダウンを持っていきます。さあしかし X オンも1枚2枚落とされ、残ってるのは2枚。さあ日野選手が上から狙ってここで確定か。XO 競り勝ちます。さあそしてアンポンタが見に来ているところ、きっちり XO の日野選手カバーを入れてきました。さあアンポンタン、ここにはグレをない。さあそしてここ13番チームが吉武との接敵で、さあルブニートもダウンタイ、ウィザニートもダウンタイで、残ってるのはネムニートですが、さあゲスがちょっと詰めてきてグレを投げていきます。さあそして後ろから近づいてきたらスモーキングカフェか。さあトトチャが今シャバクで倒れたところ、ただグラム選手がきっちり狙ってナトマルが落とされていきます。さあここは吉武との接敵もあり、ただ吉武はここで敗退。さあアンチに上がっていく。さあここはきっちり車で引いて戸川姫子確定キラー入れていく。さあそしてここオルカの車を狙って、おっとしかしここでおっと車の事故が発生。さあオルカがこう接敵してリベルを落としたか、一番落としていくが、さあここは車で引かれません。いやしかしここ車で控えたリベロ、さあエイムも OK ということで、ここでねオルカの淵の子選手を落としてきました。グリを投げられているが大丈夫か。さあそしてグリードがこの位置、リベロでしたね、すいません。さあここでアンポンタを一気に落ち落としてきました。リベロ一枚落ちている。さあここ大丈夫かというところ。さあリベロも残り1枚神込選手のみ。さあ目の前のアンポンタを潰したか。さあそして XO を打ち込んでいく。そしてコージファン打たれている大概2世。さあ落ち着いて決めたい、1枚決めた大概2世。さあ日野選手も、さあここでカバーが入る、果樹組決めきれるか。いやしかし1枚ダウンになってしまった。残り2チーム、もう残ってるのは大概2世のみ。ここは2人で一気に詰めた連
選手最後に決めていく XOXO がここで KO を決めていきました。おめでとうございます。こちらが降りて車を取っていきます。おっとこれ吉田家危ないんじゃないか。さあトトチャがこれ車で引きたいとこだと思うんですけど、引けるか。さあここで大量キルをゲットできるか。トトチャなかなか車で引くことができません。狙いに来ました。ここで1枚落としていきます。さあ吉田家がここ初動で事故が発生してしまっている。大丈夫か。落としていきます。さあ吉田家残っているチームがルブニートが走ってなんとか集落にたどり着きそうですね。一人は逃げおせることができたか。さあレモニートもここで押さえ、なんとここで4枚かけてしまう。さあもうここはもうパンチしかできないので武器がないんですけどね。さあここできっちり4キロ獲得してきました。さあ残っているルブニートはなんとか集落にたどり着くことができました。残り1枚生存。いやこれはかなり厳しい戦いが始まってしまいましたね。大丈夫か。2ストロング。いやパンクを食らったか。これは厳しい。追いかけられている。いや落とされていく。2ストロング。ここは2枚落ちていく。いや果汁組ここはきっちり2キルを獲得しました。2ストローク初動で2枚落ちるという結果になりました。果汁組がきっちりここ2キルを獲得。そしてリンリンさんの答えでもう打つ準備はできている。さあ少しか体を出しすぎたがここはきっちりおこげ選手は決めていきました。さあアバンギャルドここでキルを量産するか。さあ車で止めてここでなんとリダーを落としきっていったアバンギャルド強さを見せる。果汁組は残り4枚する。マーサイヤ選手が落とされていく。さあ後期ファンも危ないが後期ファンはオルカを落としていく。体力がギリギリの状態。さあオルカ車回す。さあタロチンがいや86でなかなかいい形で車の耐久を削ってきましたが、さあ果汁組残り3枚生存。さあここ果汁組いや1枚2枚と落とされたか。さあアバンギャルドが全員生存だったんですがここで3枚生存。いや一気に落ちた。このグレが光ってしまったか。松崎グレで一気にワンパーティー落とします。さあこのグレはかなり有効だ。そしてグラム選手は逆にジロサイから落とされましたね。さあジロサイも残り4枚生存。さあこれ1枚落としたマサキ。ただここは一気に人数をかけていくんですが、さあどうなるか。2枚目落として3枚目は落とせなかったが、ここでマボ選手松崎を落として切っていきました。残り3チームです。ただこれはちょっとゲスがもうかなりいいポジションを取っているんですよね。これはもうゲス KO を決めるか。いやただ果汁組の人数は残っているか。1枚でも落とせるか。いや車で引けなかったか今。いや危ない。ルリー選手落とされそうになりましたがきっちり最後決めていきました。ゲスがここで KO を決めていく。いやー3戦目 KO を決めたのはゲスという結果になりました。おめでとうございます。